はい、こんにちは、タックチャンネルでございます。さて、今回はですね、企業様より商品の提供をしていただきましたので、そちらの紹介をしたいと思います。今回紹介する商品はね、こちらですね、フォーチュンドラゴン様よりご提供いただきましたロボット型の掃除機です。それではね、早速箱の中身です。カラーバリエーションがですね、3色あるみたいですね。ただどこにもチェックがついておりません。よし、おお。まずはこちら説明書、英語のね、表紙で中身の英語なんですけども、途中からですね、このように日本語でも書かれています。で、こちらが充電用のアダプター、このようにですね、充電ドックが付属してますので、これと接続して使えます。そしてリモコンのね、説明書がついてるんですけども、こちらはですね、英語と中国語です。リモコンの電池は付属してないみたいなので買ってください。ちなみに電池はこれ単4、2本必要です。はい、そしてこちら掃除機のね、裏側につけるブラシですけども、これがですね、10本もついてきます。はい、そしてこちら本体でございます。先ほどね、カラーバリエーションの3色のところにチェックがなかったんですけども、どれにも該当しないこちらね、シルバーを送っていただきました。では本体の方をね、詳しく見ていきましょう。はい、まずはね、上の面ですけども、これをプッシュしますと、ダストボックスが簡単にね、取り出せるようになっております。で、こちらフィルターがですね、二重構造になってます。で、側面、ここがね、センサーになってるみたいです。で、裏の方はですね、こちら吸い込み口と、あとはですね、あ、ここに電源のオンオフ、パワースイッチがあります。で、ここ2つにね、先ほどのブラシをつけるのかな。はい、このようにね、ブラシの方をつけてみました。2つつけるところがあるので、残りが8個、交換ブラシのね、予備が8個もついてくるんでね、これはお得じゃないでしょうか。本体の仕様なんですけども、こちらの本体の中にですね、2200mAh のリチウム電池内蔵で最大で120分連続使用が可能です。あとはですね、壁際清掃モードとか、集中清掃モードというね、4つのモードを内蔵しております。これらはですね、本体が自動的に切り替えながら掃除してくれます。ちなみに本体の重さは 2.9kg です。はい、その他ですけどもね、こちら前面のセンサーには落下防止、衝突防止のセンサーが内蔵しております。なのでね、階段の落下とか、あと壁を傷つけることなく掃除してくれます。さらに掃除が終えるとですね、先ほどお見せしました充電ドックまで自動で戻ってきてくれる機能もついております。ってことで、実際に動いている映像をご覧いただきましょう。どうぞ。はい、ということはね、いかがでしたでしょうか。まあね、動きもスムーズですし、音もそんなね、うるさくないんじゃないでしょうかね。普通のサイクロン掃除機よりはね、とても静かだと思います。でもね、この掃除機の最大の特徴、これね、お求めやすい価格なんですよ。どれぐらいのね、値段かと言いますと、まあ、某大手のふんふんとかですね、その辺のモデルの一番下のクラスの半額以下で購入することができます。さらにですね、先ほどもね、ご覧いただきましたようにね、
交換ブラシが10本ついてね、この価格はね結構嬉しいと思います。でリモコンでですねタイムスケジュールの設定もできるんですけども、やっぱりね外出中にですね清掃してくれるっていうのは本当便利です。うちも前まではですね、まあコンセント式のサイクロン掃除機、まあ、今もねたまに使ってますけども、正直その時はロボット型の掃除機ってどうなんだろうねとかって思ってたんですが、実際に使ってみるとねこんなに便利なもんなんだと本当ね思いました。だからですね本当これもおすすめなんですけども、特にね興味があって使ってみたいけどって悩んでる方にね本当こちらおすすめですね。まあ最初ね、ロボット型掃除機、まあいきなり いいものを買うのもいいんですが、まあ試しにですね本当1万そこそこで買えますので、そういう方にはね悩んでる方にはね一度買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回紹介しました商品はこちらですね、フォーチュンドラゴンさんで販売しておりますロボット型掃除機でした。ちなみにですね、自動で戻る機能はないんですけども、こちらよりも安いタイプもございます。詳しくはですね下の概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので、そちらからご覧ください。ということで